今回紹介するのは、ポケット六宝、平成28年版、という本です。携帯に便利で、また参症状分が有益なので、ほぼ毎年購入しています。ただ、今年は土壇場で民法改正案の国会上程が中止されたことが原因でしょう。大幅に観光が遅れました。そのため、 民法改正案と刑事訴訟法改正案が別冊付録になっています。これで次回の発行までに法案が成立した場合にも対応可能。現時点で取れる最善の対応をしたと評価できます。もっとも民法改正が成立しても、施行が交付後3年までの間で定める日、不足1条で当面現行民法が適用されるのですから、 やはり別冊の方が実用的ですね。登録すれば、E メールで法改正が通知されるのは昨年通り。本文のページ数は、27年版が1980ページ、28年版が1968ページとやや減少。民事執行法と民事保全法が小文字に変更されています。また、資料集のうち、 統計に関するものが削除、別冊を含めて、これ以上大きくならないように苦労しているのがよくわかります。収録法令は、個人的には不満の部分がありますが、想定利用者全体を考えると、極力努力していると思います。不満は、 相変わらずデザインの幼い P 私にはポケットの P ではなくプレグナントの P にしか見えませんを中心とした想定であること判例六法みたいに拡張高くしてもらえませんか実務家も対象としている本書がこれでは恥ずかしいでもこの想定ももう3年目ですから次回は変更でしょう以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。